さあそれではですね、ボディを製作していきましょう。やっぱり F1 ですからね、ボディは大事ということで、まあもうすでに製作途中ということになりますけれども、結構ね手こずっております。まず、まあこれ外しますけれども、フロントウィング、これをですね、この TRG のフォーミュラフロントウィング、このタイプにしました。はい、でそれに合わせるようにボディも、こちらですね、 TRG の SW0N っていうんですかね、90年代前期汎用ということで、まあ90年代前半の F1 のスタンダードな形ということですよね。だからまあ当時ご存知の方、私もそうなんですけれど、めちゃめちゃ F1 ハマった人からすると、まあ、この当時のボディを見るといろんなカラーリングに見えてくるということで、まあ、どういうカラーリングにするのもありなんですけれども、もうすでにデザイン書き込んでおきました。これね、マジックで書いてるんですけども、あ、やっぱりかっていう感じなんですが、まあ、とりあえず今回はいつものカラーリングにしようかと思います。で、まあ、先々ですね、また新たに、まあ、現実に存在する F1 チームの、まあ、何かを再現するというのも、まあ、F1RC をねやるうちの楽しみになると思うので、まあ、いずれはまたちょっと挑戦したいなと思うんですが、ひとまずね、まあ、動画的にもパッと見て、私のボディだと分かるように、いつものカラーリングに一つ作っていこうかと思います。でこれもね、 TRG の103、104、まあ、で使えるタイプということで、カットラインがね書いてあるというか、モールドされてるんですけれども、これ使用上の注意ということになるかと思いますが、そのままではそのままなんていうんですかね、カットラインに合わせて切っても全然合わないです。でもうこれはもう現物合わせになると思いますので、使われる方の例えばシャーシー、まあ、今回ね私はもちろんフリーダム製のコンバージョンキットを使ってますけども、まあ、いろんな F1 のキットによってはですね、この取り付けの穴位置であるとか、まあ、どのあたりにどういう風に持ってくるかによってカットラインも全然変わってきますので、もうここはいわゆるタミヤのボディみたいに、こうもうラインに合わせて切ればどのシャーシーもバチッと合うというようなタイプではちょっと違うので、ちょっとね余裕持たせで切っていくというのがおすすめなんですね。で例えば今回もカットライン自体はこのねボディサイドはここにあるんですよ。ここにあるんです。でカットライン通りに切ってしまうとかなりボディが高くなってしまいます。浮いてしまいますので、まあ、最初のうちはですね、全然下のあたり、このカットラインとはもう離れたところでギリギリ下のところで切るぐらいの感じにして、で穴位置を決めて、私も今回このフロントの位置からまず合わせました。ここフロントのウィングとつらい位置になるぐらいにノーズの先端が来るように合わせて、でその位置でこのフロントの穴位置を合うように、まずこのマーキングをして、でまあピンバイス、これ 1.5 かな、でまあとりあえず開けます。でその後ボディリーバーを使って穴を大きくして、でだいたいここぴったり合うようにしました。でフロントを、まあ、大体こうカットライン全然違う切り方なんですけど、フロントを合わせていくと大体リアも合ってくるんですよね。合ってくるというか場所が分かってくるん でそれに合わせて同じようにマジックでマーキングして、ピンバイスでまず当たりをつける。でこれがね結構難しくて、ちょっとやっぱりねずれてます今回も、なのでもうちょっと、コンマ何ミリぐらいの世界なんですけども、ちょっと微調整この後しないといけないかなとは思ってるんですけども、とりあえずこのボディマウントに合わせて穴を開けました。で、例えばこのフロントのところなんですけれども、やっぱりね、ステアリングをこう動かした時に当たっちゃダメなんですよね。で、ギリギリ当たらない、まあ、ちょっと当たってるかな。当たらないようにしながら、
あんまり切らないようにという、まあ、微妙なラインを見つけて、こうデザインナイフでちょっとずつちょっとずつ穴を、穴というかね、カットラインを広げていくとか、まあいろいろですよね、やってみたらいいかなという、そういう時にこういうこう、あのボディカット用の、先が曲がってるタイプのハサミ、これね、タミヤのやつなんですけども、まあこういったものもうまく使えば、ボディカットも綺麗にできるかなと。でこれまあ今私もね、あの完全に成功したわけじゃないのであれなんですけれども、やっぱりやってみないとうまくいかないということもあるかと思いますので、やっぱりね、あの最初はもう半分練習ぐらいのつもりで、はい、F1 ですからね、やっぱりいろんなあのカラーリングにしたいっていうのもあるじゃないですか、まあ、そういう楽しみ方もあると思うので、ぜひ挑戦してみてください。で今回ちょっと、こうカットラインよりも3ミリぐらいちょっと下のところで切ってますけど、もうちょっと下で切っといた方が、ちょっとこの辺ね、ちょっとあの切りすぎたかなというところもあるんですけども、まあそのあたりも含めてですね、微調整をしながらだいぶ時間かけてあのボディ合わせました。でこれで、ある程度位置は決められましたので、あとはこの線に合わせていつものようにマスキングして塗装していきます。はい、ボディの塗装が完了しました。まあ、いつもの色味ですので、塗装シーンは省略させていただきますけれども、ドライバーのところもですね、くり抜いて中にドライバー乗せて、ヘルメットもしっかり合わせ目消ししてメッキ塗装をしております。はい、まあスポンサーステッカーという形でですね、様々なショップのサーキットのステッカーを貼らせていただいております。まだ大きいところが空いているのは、まあ、後々貼る予定のあるステッカー完成待ちといったところになりますので、はい、またですね、今後増えていくかなということで楽しみにしております。でまあこういうことになっておりまして、ボディを外していくと、まあドライバーとは別々になってますんでね、切り離して、シャーシ側サーボの上に両面テープで貼り付けるようにしてあります。ちょっとね、これ取れやすいとのことで対策をした方がいいというアドバイスも受けておりますので、今後バージョンアップの予定です。で、別動画になりますけれども、メカ積みの方もすでにやっておりましたので、シャーシも実はもう完成しております。これでオールオッケーという形になりました。ですね、動くところ動作確認ももうすでにやっておりますので、ひとまずシャーシは動くようになりました。スパーとピニオンもつけておきました。結構ね、大きなピニオンに対して小さなスパーですので、うん、ギア比的にもこれまでとはだいぶ違っているのかなというところです。まあ、実際このあたりはまたあの走行動画を今後撮っていきますので、そのあたりで詳しく触れていこうかと思っておりますけれども、ひとまず F103 の、フリーダムコンバージョン完成ということになります。かっこいいでしょう。もうね、この完成したシャーシを見ながらもう3杯飲めるというぐらいの、はい、これもまた素晴らしい、見た目のかっこよさ。まだ走らせていないので、まあ、これからですね、走行させるごとにまた酔いしれるということになると思うんですけれども、まあ今回組み立てに関してもいろいろとですね、フリーダム猿次郎商店の、社長さんですね、次郎さんからアドバイスをいただきながらここにたどり着きました。なので、まあ、これまで F1 やったことないよとか、もうそもそもラジコンも全くやったことないよという方も、どうぞ不安がらずに挑戦してみてください。組み立てから走行のことまでアドバイスいただけますので、はい、挑戦してみてはいかがでしょうか。でここで補足ということになるんですが、最初の組み立て動画、開封動画っていうのかな、最初のところで、まあ、お値段に関してちょっと曖昧な表現もありましたので、今回改めてですね、お値段の方説明させていただきたいんですけれども、最初に取り付けたというか購入したセットというのが、これF103 用カーボンシャーシコンバージョンキットロールダンパー付きというタイプで1万2000円のセットです。でそれにはロールダンパーはもちろんついてるんですけれども、この T バー、それからここのサーボマウントはついてなかったんです。で私は別途それも一緒にお願いしていたので、ちょっとごちゃごちゃになっていたんですけれども、 T バーは、F1034 T バーセットオーリングとスペーサーがついているもので850円となっております。
でこれをつけて、でこのサーボをつけるためのステーというのもいるんですけれども、これはですねサーボステーセット1800円、まあいずれもですねサルジロー商店さんの方ですね、あのフリーダムさんの方で購入することができますので、まあ、そのあたりも一緒にオプションとして、まあ、購入していただいて組み付ければ F103 とのドッキングでこういう状態に仕上げることができます、ね。まあ、ただねあの私の場合はこのフロントカーボンの混入されている硬いタイプに、交換してますので、まあ、あの最初に持っていたままの103とはちょっと違うんですけれども、まあ、お使いの103の状態によってはフロント周りそのまま使えるという方もいらっしゃるでしょうし、まあ、リア周りもですねいろいろと、まあ、状態によって使えるものとか、まあ、新たに購入した方がいいものとかあると思いますので、まあ、そのあたりもですね合わせてフリーダムさんの方に、お問い合わせいただいたら教えてもらえるんじゃないかなと思います。一つねびっくりしたことなんですけど、これ私が今あの持っているのはコンバージョンキットの方なんですが、あのフルキットもあるんですよ。なので全く F1 やったことなくて何もあの F103 とか持ってないという方はもう最初からフルキット購入するのをおすすめしたいと思うんですけれども、それがですねここのあのピンのスムーズさっていうのを私あのフロント組み立て編であのお伝えしたじゃないですか。でストレートリーマーを通して動きがこう滑らかになるようにすればいいということで、今これねリーマー通した後なのでスルスル動くんですけれども、それがですねあのフリーダムさんフルキットの場合は一つ一つ手作業でちゃんとリーマー通してくれてるんですって。そうね、一個一個これやろうと思ったら寝る間もなくずっとストレートリーマー通す生活今送ってらっしゃるかもわかりませんけれどもね。それぐらい、ここの調整って大事みたいですので、うん。ストレートリーマー、もしくは3ミリのドリルでもいいようですので、ガスガスやりすぎると、ちょっとガタが出ちゃうんで、その辺は慎重にね、調整しながら動きをスムーズにするのが大事そうですね。でまあ、今後はですね、各サーキットもいろんなところへこれ持っていきまして、走らせてみたいと思っております。まだね、もちろん全くシェイクダウンしていないし何の調整もしていないので、まあ、走れる状態かというのはどうも分かんないですし、これタイヤも昔の103につけていたゴムタイヤそのまま今ついてる、これ雰囲気はいいんですよ、かっこいいんですけど、これこのまま走るってわけにはいかないですから、実際走るとなるとスポンジタイヤに交換してサーキットね、走行しようと思っておりますので、そちらの走行動画も今後はどんどん出していきたいと思います。ですので、まあ、それぞれのサーキットで F1 を楽しまれている方どうぞですね、こちらも気づいたらお声かけさせていただきたいと思いますし、セッティングアドバイスねしてやっぱりねご当地エキスパートの方たくさんいらっしゃってむっちゃ早いんですよね。だからそのサーキットに適合したセッティングというのあると思いますので、言っていいレベルで言っていいレベルで教えてください。聞くだけ聞いて、言わないから OK とかそんなんでもありですね全然 OK ですんでね、はい。なかなかね一人でどこまでってそんなセッティング能力っていうのも持ち合わせておりませんので、ぜひともですねこのフリーダムの F1 をお持ちの方で、それ以外のね、各社も今いろんな F1 シャーシありますので、メーカー違いとですね基本的なところはそんなに変わらないと思いますので、一緒にですね F1 盛り上げていけたらなと思っておりますので、はい、また今後もよろしくお願いします。